ぐったりするを直したい。精神科医カバーサー、シュンのカバチャンネル。今日は新潟県十日町市からお届けしています。質問いただきました。ポケモンさん、63歳女性。子供や孫が帰省してぐったりです。日常に近い生活を送る方法はないものでしょうか。お子さんがお孫さんを連れて夏休みとかに、ね、帰省したらすごい楽しいですけども、1週間とか3、4日とかいろいろあると思いますけども、ものすごく大変。特に小さいお子さんだとわーっと走り回ったりして、もう休む暇もない、精神的にも体力的にもすごい疲れてぐったりしてしまいますよっていう方は多いのではないでしょうか。っていうか、ほとんどの人がそうなのではないでしょうか。そのようにぐったりしない方法がなんかないでしょうかっていうことなんですけど、いや、ぐったりしていいんじゃないかと思うんですけどね。すごくむしろぐったりするべきだと思いますけどね。特に60代とか70代になってきて初老期っていうことになってくると、普段あまりそんなしっかりとした運動もしていない、あるいは例えば退職された方とかであると人と会うチャンスってのもすごく減ってくるわけですね。運動量が減ってくる、そしてコミュニケーション量が減ってまいります。そうなるとどういうことが起きるかっていうと、認知症に起きるわけですね。運動不足というものが認知症のすごいリスクであり、孤独というものが認知症のやっぱりすごいリスクになってきます。なんでリタイアメントして仕事がない、そうした中で家で一人で引きこもりがちになってしまう、あまりまとまった定期的な運動もしていないという人は、ものすごくものすごくものすごく認知症その他のメンタルの危機になる、いや、もう認知症がどんどん進行している可能性もあるわけですね。そういうところにお子さんや孫さんをやってくると、ものすごい疲れます。それは運動になります。もう一つが精神的にも疲れます。それはコミュニケーションだからです。コミュニケーションっていうのは脳の神経を使いますから疲れます。疲れるってことはどういうことかというと、それはトレーニングになってるってことなんですね。全く疲れないとしたらそれはトレーニングにはなってないんですよ。だから脳っていうのは普段何もしないでぼーっとしてたら、それはどん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 使わないで老化して退化して認知症にもなっていくでしょう。しかしある程度使うっていうのは、普通に他の人と会ってお茶飲んでおしゃべりするだけでも脳って活性化するんです。コミュニケーションっていうのはそれだけ脳を刺激するんです。人と会うってことは、この人どんなこと考えてるんだろう、この人前もこれ言ってたな、頭をフル活用し、そして脳をフルに活動させるっていうのがコミュニケーションだから、だからコミュニケーションすると疲れて当然なんですよ。疲れていいんですよ。だって脳トレなんだから。疲れないとトレーニングにならない。軽いダンベルを100回上げても何の意味もない。ギリギリのもうだいぶ苦しいっていうのをダンベルを上げて筋トレになるのと同じです。ですからお子さんとお孫さんが来て夏休みにこの大騒ぎでロタバタして疲れたってなるけども、それがあなたの体力のトレーニングであり脳トレになっている、認知症予防にもなっている、メンタル疾患の予防にもなっているというふうに考えると、こんな素晴らしいことはないわけですね。逆に多少疲れないってことは何の脳トレにもなっていないので、脳トレ的な意味でおいて意味がないわけだから、多少疲れるぐらいのことっていうのは、実は私たちの体や脳に適度な刺激を与えてくれているということですね。老化の防止、認知症の予防に役立っているということなので、ぐったりするってことは実は良いことなんです。そのようにね、お子さんとかお孫さんが来て疲れたなって感じるのはとても良いことであると。コミュニケーションは脳をものすごく刺激するんだよということをね、改めて言いたいと思います。よくあるのがね、だから人と会うと疲れるのが嫌ですって人がいるんだけど、嫌でもいいんだけども、そういうことを続けていくとボケやすいというか、認知症になりやすいし、鬱にもなりやすいし、一気に老けやすいし、孤独な人っていうのはそうじゃない人に比べて5年寿命が短いのでね、5年っていうと相当なものですよ。孤独だけの要素で5年短いわけだから、それにタバコを吸ってると10年短くなるわけでしょう。それ掛け算でいくとどうなるかっていうと、ね、結構大変なことになってくるわけです。だから孤独にならないってことが重要。そのためにはコミュニケーションによる癒しということですね。ですから多少疲れるぐらいのコミュニケーションが私たちの脳トレになっているので、少しコミュニケーションで疲れても何の問題もない、むしろウェルカム、歓迎すべきだと思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。